ウィリアム・ジョージ・ボニンはアメリカの連続殺人犯。犠牲者の遺体の大部分が南カリフォルニアの高速道路に沿って発見されたという事実によりフリーウェイキラーとして知られるようになる。この別名はパトリック・カーニーとランディ・クラフトという二人の独立した無関係な連続殺人者にも使われている。仮釈放時に数人の共犯者と共に 1979年と1980年に南カリフォルニアでの一連の殺人で21人の若い男性と少年を合姦して殺害した。彼は毒を注入することによって死刑を宣告された。1982年と1983年の2つの裁判でフリーウェイキラーに関連する14人の殺人で有罪判決を受けた。 さらに15人の殺人を犯した疑いもある。検察官による彼の最初の裁判で、これまでに存在した中で、最悪の犯人として説明された。彼は死刑囚となり、彼が前に実行することにより致死注射で決死する1996年まで、サンクエンティン州立刑務所で14年を過ごした。ウィリアム・ボニンは、1947年1月8日に、 コネチカット州ウィリーマンティックで生まれ、ロバートとアリスボニンの三人兄弟の二番目に生まれた。ボニンの両親は両方ともアルコール依存症だった。父親は、脅迫的なギャンブラーで、妻と子供の両方に対して、身体的に虐待的で母親はしばしば、ウィリアムと彼の兄弟を祖父の世話のもとに置き去りにした。ボニと彼の兄弟は、育児放棄されており、しばしば同情的な隣人らに、 食べ物や服を与えられていた。祖父は過去に法廷で児童虐待で有罪判決を受けていた。さらに兄弟はしばしば祖父の世話をした。祖父は母人が子供で思春期だった時に母親を痴漢し、3人の孫を性的に虐待したことで知られている。1953年、母人の母親は父親の身体的虐待から子供を守るために息子を 孤児院に入れた。この孤児院は、深刻なオーダー、様々なストレス状態に対させる、水で満たされた流しに沈めるなど、軽度及び重度の行動違反に対して収容した、子供に罰則が課せられ、厳しく懲戒することで知られていた。ボ人は、その後、自身の幼少期と青年期について話したが、虐待者の男性が最初に手を背中に縛った、場合にのみ、 性的虐待に同意したことを明かしてからそれ以上の孤児院での記憶を話すことを拒否した。彼は9歳まで孤児院にいたが、その後、マンスフィールドの町で両親と一緒に住むために戻った。8歳で窃盗で逮捕され、若者が軽犯罪で処罰される若者教育センターに連れて行かれた。そこで彼はしばしば年上の少年たちに性的虐待を受けた。帰国後、 彼は10代で幼い子供たちを虐待し始めた。10歳で、母人は車両のナンバープレートを盗んだために逮捕され、様々な軽犯罪のために少年拘置所に入れられた。この少年拘置所に収容されている間、彼は大人のカウンセラーを含むいくつかの人々に繰り返し身体的及び性的虐待を受けている。4年後の1961年に、 自宅の差し押さえの見通しに直面して、ボニーの両親はカリフォルニアへの移転を選択。一族はダウニー氏のエンジェルストリートの控えめな家に落ち着いた。その後間もなく、観光編で父親が死亡した。第二世代のフォードエコノリン版。彼の言うダクションを犯した時、ボニーはこの版のオリーブグリーンのモデルを運転しました。ボニーがターゲットとする未成年は通常。 ヒッチハイカーの若い男性、男子学生、または男性の売春婦だった。12歳から19歳の犠牲者は、報道以降の輪番に誘惑、または強制され、手錠とワイヤー、または、コードの組み合わせで手と足を拘束。その後、性的暴行を受け、顔、頭、性器を激しく打たれ、拷問を受けた後、通常は自分の T シャツで絞め殺されたが、一部の犠牲者は、 刺されたり、虐殺されたりした。被害者の一人、ダリン・ケンドリックは塩酸を飲ませられた。三人の被害者が耳にアイスピックを打ち込まれ、別の被害者であるマーク・シェルトンは、ショックで死亡した。逮捕後のウィリアム・ボニンとバーノン・バッツのマグショット、サンクエンティン州立刑務所の空撮、ありがとうございます。